おはようございます、オーナーバリ渋谷です。今日は三重県の尾鷲市のゴールデンイーグルさんで、今大人気の豚敷きをやっていきたいと思います。ちょっと今海峡厳しいっていう情報もあったりもするんですけど、なんとか1本、ジガーミディアムチェイスを使って、トンボあわよくばキハダを取れたらなと思ってます。今日はよろしくお願いします。ちょっと太い強いセッティングで行こうと思ってます。なんでこのトンビギには特におすすめです。簡単なアクションウッドの作り方を、これで50キロのキハダとも戦うことができます。あとはもう魚との衝突があるかどうかやと思うので確率見てます。一本の鋼から釣り針を作り出す。半世紀以上の前から魚と人をつなぐため、針にかける熱き思い、パーフェクションインフックスオーナー。ではポイントに到着しました。周りにもちょっと鳥がいて雰囲気がいいので、とりあえず入れてみたいと思います。フックはですね、ジガーミディアムブルーチェイサーの110。とりあえずこれから始めてみたいと思います。ジグは 300g です。船長が60から100ぐらいで映ってるっていうことなんで、ちょっとその辺狙って一番下からやっていってみたいと思います。今日はだいぶ風が強いんで、船の流されるスピードが、結構速いです。なんでちょっとライン角度がすぐ立っちゃうんで、水深が分かんなくなるんで、把握できる範囲を超えたらちょっと一回回収してもう一回落とし直します。でライン角度がだいぶついて、ちょっと上にジャークしても入力しにくいので、だいぶ角度がついた場合はもう横引きでずっと首振らせる感じで今巻いてます。これでもしっかりジグは動いてるんで、こういったトンボのドテラ流しの釣りとか、タックルからだいぶ距離が遠いところでかかる場面が多い釣りだと思うんですけど、このジガーミディアムチェイスは貫通力の高いシワリ先を採用してます。なので遠くでかかった魚でもしっかりフッキングパワーを伝えることができて、しっかり貫通することができます。なんでこのトンジギには特におすすめです。では今回のタックルセッティングになるんですけれども、まずロッドリール、PE5 号対応のもので、大体 300m 近く巻けるサイズのリールを使ってください。でそこからリーダー100ポンドを4キロぐらい取ってます。でその先にジガーミディアムチェイス、こちらをつけてます。ジグは 300g です。で今回ちょっとこれ自作で作ったものなんですけれども、ちょっと市販品よりもショートめで作ってます。ただショートに作るとちょっと乗りにくいんで、その分柔らかめ、今回フロロシンなしで作ってます。なんでアシスト自体短いんですけど、張りがかりはいい仕様になってます。本日使っているのはこちらのジガーミディアムチェイスというフックになります。トンジギにはとても向いてる針になってます。でその理由はドテラ流しで自分のポジションから遠い位置でフッキングをしないといけないんですけど、このシワリ先が、すごい貫通力があります。なので遠い先でもしっかりフッキングをすることができます。であとこちらの線形なんですけど、大型のマグロ類にも耐えうる太さはもちろんなんですけれども、
いたずらに太すぎると今度刺さりにくくなっちゃうので、そこの間のすごくいい部分を取った線形になります。なんでかかりも良く、そしてなおかつ大型にも耐えれる、そんな針になっています。そのジガーミディアムチェイスを使ったアシストフックがジガーミディアムブルーチェイサー、ダブルタイプのツインチェイサー、こちらが完成品のアシストフックになります。そして今日はこのジガーミディアムチェイスを使って、まあ、50キロオーバーのマグロでもすっぽ抜けない強靭な、そして簡単なアシストフックの作り方を説明したいと思います。一番のメリットは自分の使いたいジグ、あと狙った使い方に合わせて自分自身でアシスト自体を工夫できることが一番のメリットです。まずよく切れるハサミ、自作ズルドツール、こちらネマキート、中華フトがおすすめです。でボビンホルダーで、ジギングクミート、使いたい針、ソリッドリング、こちらで作っていきます。ネマキートでボビンホルダー、2つ引っ付けた状態がこれです。針に下巻きを入れていきます。まずこの耳の部分、ここに沿わせて巻き付けていきます。これになぞって上がっていくと密に下巻きを巻くことができます。で1センチちょっとぐらいですかね、根元まで戻っていきます。この根元の部分ちょっとだけ1箇所多めに巻いてください。そうするとすっぽ抜けにくくなります。ハーフヒッチですね。ここで仮止め、下巻きの完成です。で次に組糸ですね、3センチぐらいのアシストと仮定して7センチぐらいで切りましょうか。ニードルを真ん中ぐらいまで通します。そこで1回抜く、抜いていただいて、ソリッドリングを1回入れていただいて、でこの端っこの方をニードルの先に引っ掛けて蓋をする。であとはこんな感じで中を通していく感じですね。これでソリッドリングが固定できました。で次に針に固定していきます。上も中身もどっちも針が差し抜けるようにど真ん中を抜いてください。この上に石糸を巻いていく感じです。針と組糸がクロスしている部分、ここを重点的にやってください。ここで抜けなくなるんで、ここを重点的に。慣れてない時は本当に1回巻いたらギュッと締めて、1回巻いたらギュッと締めてみたいな感じでやってください。なんか作業する時はとりあえずハーフヒッチしてもらえたら手離せるんで。で組糸を最後仕上げたい長さに切っていただいたら、あとここ組糸の繊維バラバラにしたらもう一回巻いていきます。しっかりしっかりテンションかけて、で最後の部分ですね、こちらまで今戻ってきました。ハーフヒッチ3回4回、上からアロンアルファで固めていきます。この時しっかり全体に塗ってあげてください。これで50キロの木肌とも、戦うことができます。で今回はちょっと口の中に吸い込み重視にしたんで、フロロシンなしで柔らかいもので作りました。エビになったりとか辛みを嫌がるんであれば、中にフロロカーボンの3号とかそんなを入れてもらうと、ここがシャキッとして絡みにくくなったりとか、まあ、自分でいろいろアレンジができるので、ぜひ自作で一度皆さん使ってみてください。ポイントを移動してきました。ここは V 周りのポイントで、まあ、ちょっと大きいメバチもおるかもしれないんで、まあ、引き続きちょっと太い強いセッティングで行こうと思ってます。で今船長の指示縄が 100m から 60m ぐらいっていうことなので、一番下の 100m ぐらいを狙ってまず落とし込みます。ちょっと今ライン角度ついてるので、ちょっと多めに出して、だいたいそれぐらいになるように合わせていきます。目安としたら45度でだいたい 30m、40m ぐらいプラスで出してあげたら、だいたい狙いの 100m ぐらいに行くと思います。これおそらく今140出してるんですけど、おそらく 100m ぐらいの棚にジグが今あると思います。結構マグロ昼試合多かったりもするんで、ちょっとそれに期待しつつ、めげないようにやっていきたいと思います。とにかく水の中にジグがないとチャンスもないんで、とりあえずずっと入れ続けるっていう感じでチャンスを逃さないようにやります。少しでも、かかる確率が上がるように、お尻の方にショートアシストで、針は一緒でジガーミディアムチェイス、こちらを入れていきたいと思います。
まあ、自作でアシストを作ってると自分の好みのやりたいことができるんで、自由度がすごい広がるんでおすすめです。これでちょっと一回やってみます。このフロントとリアにどっちもつける付け方のいいとこ悪いとこなんですけど、針が2つついてるんで、まあ、もちろん接点が多いんで、まあ、カツオとかそういう口が弱い魚で多点掛けして身を引きちぎりにくいっていうメリットと、まあ、針が多い分フックアップする確率も上がります。ただ弱点として、例えばこのテールの方をマグロが口で食ってこうかかってるとします。魚が暴れて反転した時にこっち側にくるっと返って、例えばエラの近くとかそういうところで針拾っちゃうとすごい抵抗がかかるんで、上げるのにすごい苦労します。であと使ってて糸拾ってエビになっちゃう確率も上がるっていう感じがあるんで、まあ、いいとこ悪いとこあるんで、それぞれちょっと使い分けてやってみてください。でまあ海峡がいい時はやっぱりジガーミディアムチェイスを使って、まあ、カツオとかトンボとかキハダとかそういった魚を釣ることもできます。嬉しいです。フックはかかりどころもバッチリですね。カンヌギ捉えてて、そうやったらもうバレないですね。ありがとうございます。やりました。ダブルヒットですね。まあ、ちょっと諦めずこのまま頑張ってみます。時間いっぱいやるだけやってみます。これが最後の流しみたいなんで、諦めずちょっと最後までやりきります。最後に食わんかな、ドラマないですかね。これはラストです。最後にかかってくれないか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。1日頑張って尺打ってみたんですけど、まあ、船長も本当に感度をずっと探していただいて、もう僕は釣ることできなくて本当に申し訳ないんですけど、まあやりきった感はあります。でまあ言ってもマグロなので、まあ、釣れないことも正直あります。相手が大物なので。で、まあ、前回は逆にいい思いできたっていうのもあったんですけど、今回はなかなか厳しい中、その中で工夫して、まあ、やりきることができました。今回、ジガーミディアムチェイスという針を使ってマグロを狙ったんですけれども、トンジギには本当にうってつけの針だと思います。まあ、自作をあと今回紹介させていただいたんですけど、自作していただくと、まあ、自分の思ったような仕様にできるっていうのと、あとやっぱり自分でそれで釣って嬉しいっていうのも正直あると思うので、まあ一回、まあ、本当に簡単なのでぜひ皆さん一回自作をしていただいて、まあ、トンジギに臨んでいただけたらなと思います。まあ、今からのシーズン、特に1月2月とかが最盛期で、新潮マグロですね、トンボもこれからどん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 釣果が上向きになってくると思いますので、皆さんもぜひ一度、トンジギに行ってみてください。本日はありがとうございました。